皆さんこんにちは。こんにちは。特別番組です。チャンネル桜、沖縄の声放送から、全国に向けて発信します。なんか一瞬見たら黒い顔してますけども、昨日まで、尖閣漁業活動、我々は20海里で止められましたが、3隻、行ってまいりました。そういう報告とともにですね、今起きている、尖閣の問題、チャンネル桜、北海道やチャンネル桜、あるいは、この沖縄の声放送、キャスターの皆さん集まってですね、この問題について考えてみようということであります。私はチャンネル桜、チャンネル桜とチャンネル桜沖縄の声放送、そしてチャンネル桜北海道の代表をしてます、水島です。よろしくお願いします。出席の皆さん一人一人、自己紹介をしてもらいます。では本間さんから。はい、ということで、チャンネル桜北海道の方でキャスターを務めており、そして北海道の国盛州代表、そして新東国盛代表を務めております、本間奈々です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして奈々さん。はい、今日はなぜか沖縄の声のスタジオなんですが、アウェー感が強いという中で頑張ろうと思います。野原美奈と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。アウェーじゃないですからね。はい、そしてあずささん。はい、昨日の尖閣漁業、活動行動ちょっと行けませんでしたが、尖閣までは船酔いになりながらもなんとか戻ってまいりました。はい、国盛州広報を担当しております、あずさまりと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてじゃあ田中さん。はい、杉並区議会議員の田中雄太郎と申します。今回2回目の石垣市訪問、そして2回目の尖閣沖を目指すということになりました。あいにく今回は20海里で引き返さざるを得ないということになりましたけれども、大変貴重な体験をさせていただきました。よろしくお願いいたします。はい、田中さんはですね、以前、私とか地方議員の皆さんね、約10名ぐらいですけどね、尖閣諸島の魚鶴島に上上陸したとき、一緒に海に飛び込んでもらいましてね、上陸してもらいました。はい、そういう、方でありまして、久しぶりにね、尖閣目指してもらいましたけど。はい、そして、我ら沖縄国盛州の、はい、お願いします。はい、こんにちは。沖縄県宜野座村議会議員、そして、国盛州沖縄の、代表させてもらっています、中間信之です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中間さんも一緒にね、目指してもらいましたけど、ちょっと今回は残念ながら、20海里でね、引き上げざるを得なかったんですけど、ちょっとその状況も皆さんで話し合ってみたいと思いますけれども、ちょっとその前にこれを見てください。はい、なかなか立派な、これは基本的にはほとんどこの大きな魚な赤い魚ですけど、沖縄石垣では赤町と言われて、大体キロ2000とか3000とかね、言われる魚でございますけれども、東京だとこれ魚に詳しい安田さん、はい、お長鯛とか言うのね。これ長鯛と東京では呼ばれてますね。はい、大変昨日実は取ってきたばかりの魚食べましたけど、美味しかったですね。刺身、煮魚にしても美味しいんですね。これたまらんって感じで、はい、残念ながら最近は店がやってないんでお酒も飲ませないというね、いうことでございますけれども、本当にいろんな魚を、特にあれですね、短い時間で 4,5 時間の、なんですけど、3隻の中の全コマル2というのはこの赤町を100キロ以上ね、短い時間で、大量に取ってきたっていうね、いうことでありまして、これもまた、沖縄のこの辺の我々仲間でまたちょっと食べさせてもらおうとかね、いうことであります。東京の方もですね、本間さん北海道の方に送るんだよね。はい、北海道の方にも送ることになっていまして、で、北海道も緊急事態宣言で札幌はちょっと厳しいんですけれども、逆に他の市に持っていこうということで旭川とか、時間制限あるんですけど、そこはお酒も一応飲めるので、そういうところに持っていこうと思っています。そうですね、いや一番 の南の果てから、北海道の旭川へ運ばれるってのは嬉しいですけどね。
それから東京にも行くんだよね、はい、東京も厳しいですけれど、はい、一応あの冷凍機組んで、うん、ちゃんと内臓とか処理すれば、一部の人に、ね、はい、知り合いの飲食店に持っていきたいと思います、はい、というようなことで、本当はいつも、まあ、この間はですね、前回は、国会議員にねの、あの議員会館の国会の会議室に持ってきまして、議員が34名だったかな、まあ、お寿司にして食べてもらいながら記者会見をやりました。これも一つ の, あの実行支配なんですけれども、ということで、なんですけど、まあ、あの経過を言いますと、あの間もなく映像も、このチャンネル桜沖縄の声放送でも、東京のチャンネル桜でも、あるいは北海道の方もね、はい、チャンネル桜北海道でも、この模様が流れると思いますけども、残念ながら、まあ、我々4隻で出航しまして、しかし我々が乗った船だけ、まあ、これ、高徳丸という船なんですけども、ここが20回りでストップされました。ここにいる、まあ、野原さんもいてね、他の人はみんな残念ながら、悔しい思いで戻ってまいりました。でただあと残りの3隻、第一桜丸、これは私がオーナーになっているところで、第一桜丸、そして全港丸2、あるいは、エミ丸、この3隻の船が、尖閣に行きまして、漁業してきたわけです。3時4時ごろ着いて、10時ごろまでですね、その間に今回は、まあ機関砲積んだ大型の中国航船1隻を含んで4隻の中国航船が現れて、そのうちこうちょっと映像を見た限りで言いますと、エミ丸に向かってね、直進してくる。それからまあ高徳じゃなくてあれだな、あの前後丸のところにもね横切るような形でね近づいてくる映像がありました。少しこう久しぶりに3隻以上の日本の漁船が尖閣海域、まあ領海内に入ったんで、中国船が4隻領海侵入して、まあこういう形になったと。まあ海保の方もかなりの数のね、ちょっと細かい数字はあれですけど、見る限り8隻以上はいたと思いますけども、まあそれに遮る形でね、まあ守ったのかどうだか分かりませんけど、まあ、まあそういう状態で遮る形になって、まあやったということであります。まあこういう状態がこれからもっともっと厳しい状態が続いてくるだろうとは思います。それぞれちょっとですね、体験も含めて、それから野原さんはね、こういう状況についてどんな考えを持ってるか、はい、お話してもらいたいと思いますけど、ちょっと待ってね、まずじゃあ本間さんからちょっと言ってください。はい、はい、ということで、私は2月と3月そして、まあ、今回5月28日ということで3回目ということだったんですけれども、ちょっと2月の時は分からないまま行って結局乗れなかったという反省を踏まえてですね、ただこれやっぱりおかしいんじゃないかということで、訴訟を今度次回行く時には起こしていこうということで、まず私はですけど、まあ、訴訟関係を整理させていただいて、3月の出航する前に訴えました、告訴しました。水産庁そして国交省海保、まあ、政府ですけれども、でその理由としてはもちろん憲法上の問題の違反ではないかという、まあ、大きい本元 の, なんていうか訴えもあるんですけども、もう一つこの根拠のないことを理由にして海保が止めるというのは、いわゆる職権乱用罪という刑事告訴に値するのではないかということで、刑事訴訟も起こしていきました。で3月も同じように引き止められて、その時に私はこれはもしかして刑事告訴の可能性今回もありますよってことを訴えていったんですけども、今回改めて言ってびっくりしたのは、まずあれだけ海保が2月3月と長時間にわたってなんていうか臨検だ、もうなんていうか漁師だと思え言えないって言って止めていたのに、一っ子一人いなかった、全く来ない。でも後で勝手に出たって言われると問題だと思ったので、社長の方から出ますよと、1時間後に出ますよ、まあ、その以前に実はなんていうか海保の方に、私たちは別に義務もないんですけれども、11管区の方に通告は出してました。この5月28日に漁に出ます、そうしたところメンバー用もね、そうなんです、そうしたところ海保の方から、これは水産庁と国交省の海事局に確認をしてくれ
言われまして、で本来はそれも別に確認する必要ない、もうこれまでのやり取りでさんざっぱら水産庁も海事局も私たちは権限ない権限ないって逃げまくってたんですけども、改めて内容証明付きで事前に取ったところ、両方から水産庁もあるいは国土交通省の海事局も、まあ、文面は少し違いますが、自分たちにはこの件について の, いわゆるなんか適法か違法かということを判断する立場にないときっぱり文書来たんですね、今社長の手に、はい、これね非常に大事な話なんですけども、まずこれが我々が出した水島と砂川ですね、船長が出したのです。それに対して答えてきたわけです、お問い合わせの何か問題や違法行為になる恐れがあるならばアドバイス等をいただきたいに関しては、海上において船舶を用いた活動を行う際には海事関係法令等に定められたルールを守っていただく必要がありますと。これいわゆる船舶安全法とかね、こういうことなんですけども、その上でこれまでもお伝えしている通り、漁業者または漁業従事者の確認を含む漁業に関する質問は所管省庁である水産庁に、船舶安全法に関する質問は所管官庁である国土交通省海事局にお尋ねくださいということなんですね、はい、でお尋ねしてくださいというのが来ましたから、お尋ねしたらその海事局と水産庁にお尋ねしたら、まず、海事局、これもこれ公文書ですから、これ本当に大事なんですよこれ、まあ、名前がこう世国課長の名前書いてありませんけども、はい、国土交通省海事局検査速度課ね、今回の動線につきましては、海事局は尖閣漁業に関する法律を所管しておりませんのでお答えできませんとね、尋ねてくれって海保が言ったら、尋ねてみたらこれいかにということですね、つまり国際法律を所管しておりませんって言うんですよ、うん、これどっちが嘘ついてるんでしょうかってことです。海保かこちらか、うん、でもどっちも政府ですこれね。で、アドバイスについては海事局が所管する船舶安全法の観点からは船舶検査の結果を、踏まえ安全を確保するために必要な条件を船舶検査証に記載しておりますので、その内容に従って航行いただければと存じます。それに従ってやってくれればそれで結構でございますって言ってるわけですね、はい、というようなこと。さあそしてもう一つ問い合わせてくれと言われた水産庁ですね、はい、水産庁資源管理部、管理調整課ですね、はい、質問通常について、質問のあった表記の件について記載の活動が違法なものかどうかについては当方は回答する、立場にありませんってこれ、ね、うん、一体これは、まあ、本間さんはね18年実証の、ね、はい、キャリアとしていろんなところの、ね、副市長やったり局長やったり学校の先生やったり、ね、はい、してきましたけど、私これ行政文書って出したことがあって、うん、通知も、うん、事務次官名とかもいろいろ出したことあるので、うん、一番不思議なのは担当 の, いわゆるなんていうか責任者の名前がない、うん、ない、ね、はい、私はこれだったら課長って絶対入れて出すんですけれども、課長じゃないんですね。で課なんですよ。で水産庁の方も国交省の方もどっちも課っていうふうに言ってきてるんで、うん、お互いすり合わせて課で答えよう、うん、そんな文書って見たことないですよ。こっちは真面目なんですよ。まだ11管区海上保安本部長、こっちの方が正しいんですよ。正しいんですよ。これこっちがね、これが普通なんです。確かにこの一番はしご外されたような形になってるのがこれ、この人が本部長名で出したのはあんたが言ったの、あんたが言った通りやってみたらね、うちは知らない、うちは知らない、もう文書としては とんでもない書き方っていうか、ね、ね、手をなしてないという、まあ、でも、まあ、こういうことで結局本庁は逃げたんですよね、うん、一言で言うと、うん、で多分海保はもう逃げられませんから、うん、どういうふうな対応を取ってくるのかっていうことで、はい、着目していたら、とにかくいつも 船のところにいる海保はもう臨検済ませてもう全く出てこない、うん、で社長が問い合わせしても全く、うん、
何も言わないということで、うん、結局私たちはちゃんと通告はしたということで、あの1時間以上待ったんですけども出発しました。で、あのその後ですね、あの20海里を過ぎた時点で、あの海保はやってきました。でそれもですね、あの警告板が出てるんですけど見えないんですよね、遠すぎて。で近寄ると逃げていくんですよね。で、あのそしてあの前、あの漁師の中さんが降ろされた時はサーチライトつけられたり、ね、もう船をバーッと照射して、でもうはっきり言って中さんが乗ってる船をもうなんて特定して違反してますって出してたんですよ。とは全然寄ってこないし、何言ってるかわからないし、社長も繰り返し説明しなさいって言っても全く何も言わないということで、私たちはあのこれ以上でも進んでも、あの船長の砂川幸徳船長に、あのまあ砂川さんの方になんていうか事前に出たらまあ逮捕するぞみたいな脅しのようなこともあったと聞いたので、生活を守るために今回は泣く泣く断念したというところでしたけども、私は今回の漁で感じたのは、海保がものすごく逃げ腰になっているという異様な姿で、政府が逃げ腰ですね。それが非常に印象深いあの、ね、ことだったと思っています。あの、まあ、今の経過のお話でお分かりになったと思いますけども、一番、ね、問題なのは最初は3隻で、今このメンバー中間さんね、厚田さんね、あの本間さんね、そして田中さん、こう私も含めていろんな船に分乗していく予定だったの。それで3隻で行く予定だったんですよ。ところが、何が起きたかというと、今言ったあの本間さんが言った通り、何を聞いても何も返事もしない、現場にも今まで29回ぐらいやってくるんだけど、ほとんど全部来てたんですよ、それまでは、ね、ところが船舶検査っていうか、まあ、船の中の検査だけやって、3時頃もう消えちゃったわけで、20何人海保が。で普通は我々4時に出航っていう時、必ず3時半ぐらいに来て我々と質問したりなんだかってやってたんですけど、それもやらない。そして何が起きたかというと、このまま行ったら我々は出航しますよと、5時まで待ちます、1時間4時出航の予定を1時間延ばして5時に出航しますよという形で、まあ、通告したわけです。そうしたら私のところには返事が来ないで、まあ、砂川さんというかね、漁師さんというところのところに、この3隻で行ったら、20回で超えたら逮捕すると、まあ、はっきり言うと脅かしてきたわけです。何が違法なのか何も言わないままね、説明できないでしょこれね。だって海保は聞いてくれって言った、うちは分からないから水産庁とあれに聞いてくれって言った。この連中が、それからもう一つ行政執行法というか、こういう形でですね、問い合わせられたらちゃんと答えなきゃいけないんです。役所は行政執行する場合は行政処分ですね、一種の。こういうようなこと36条か5条だったかな、こういうところでやらなきゃいけない。ところがそれもやらないまま、だから我々はその漁師さんの一番あの卑劣なやり方は、裏でそういう形でね、漁師さんを脅かす、そういう卑劣なことをやったんだよ。だけどじゃあ我々はじゃあ、あのね、もう一席じゃあ借りて執行しようということで、今本間さんが言ったようになったわけであります。まあこういう状態の中でね、まあ、今回はね、3人の方ね、今いる、ちょっとその感想をね、まず聞いてみたいと思いますけど、そうですね、まずじゃあ、田中さんね、はい、まあ、前もね、尖閣に行ったことがあってね、上陸までしたことがある方なんで、今回の感じ、今の経過、ご存知だと思うんだけど、はい、どうですか。はい、はい、私は先ほどですね、今回非常に貴重な体験をさせていただいたというふうにお話をしたんですけれども、本来であればですね、私は今いらっしゃる仲間村議とご一緒にですね、地方議員としてこの尖閣沖で行われている漁業活動の調査研究に臨ませていただいたわけであります。しかしですね、結果は先ほど水島社長、本間代表がお話になった通りでありまして、非常にですね、卑怯といおうか、姑息といおうか、まあ、海上保安庁のですね、そういったやり口によって、石垣島にまた引き返さざるを得なくなったわけであります。
9年前、尖閣に来ましたときは、やはり漁業活動に参加をさせていただくということ、また、その昔この尖閣の地で亡くなられた方々に対する洋上慰霊祭という目的もその9年前にはあったわけであります。今回はその完全に、漁業活動に、もう絞ってですね、我々行ったわけでありますけれども、実際にはその待っていたのはですね、9年前とは違い、20海里で海上保安庁が待ち構えていて、そして本来であれば日本の領土領海を守るために働いてもらわなければならないはずのその海上保安官が寄ってたかってですね、複数の船を出してですね、そして我々日本人、中には地元の石垣の漁師さんたちも含まれていたわけでありますけれども、こういう日本人を同胞をですね、とにかく尖閣に近づけない、漁業活動を行わせないというその妨害、いじめのようなですね、妨害を行っているというその様子をですね、まざまざとこの目に目撃をし、そして体験をさせていただいたと、そのことが、まあ、貴重な体験をさせていただいたというふうに表現をしたわけであります。結果はもう非常に残念であります。もう悔しくてなりませんし、またおそらくですね、その先ほども本間さんがですね、政府の異様な姿、海保の異様な姿というふうにおっしゃいました。確かに異様です。日本人を追いかけ回し、そして何としてでも近づけない、漁業の邪魔をする海上保安庁、異様でありますけれども、私は現場で働いている海上保安官の中にはですね、中には、心が張り裂けるような思いで、任務に当たられている方も中にはいらっしゃるだろうと思いますけれども、うん、信じておりますけれども、でもやっぱり、海上保安庁組織としては非常に腐ってきてるんじゃないかなということを、まざまざと体験させていただきました。はい、いや、あのね、確かにね、今田中さんが言ったようにね、前に我々が上陸した時はね、変な話だけど巡視船から万歳の声が鳴ったっていうね、それから我々が1時間ぐらい滞在してね、いろんなところ調査、水があるね、なんか打ち上げられたプラスチックばっかりだねとかね、慰霊碑がひびが入ってるねとかね、まあ、それとお経を読んでね、慰霊を短いやった後1時間ちょっとで帰った時、本当に海保の人たちが船引き上げてくれてね、ご苦労さんでしたみたいなね、そういう、まあ、建前とね、あれで思いは伝わりましたね。その4日前にちょうど中国人が魚津島上陸してね、本当にやりたい放題やってすぐに釈放されてね、帰っていったっていうねことだったから、海上保安官だってやっぱり悔しかったと思いますよ、あの時はね。だからまあ我々もそうでなきゃ上陸しなかったですけどね、中国人の上陸がなければ無理にね上陸することなかったですけど、だからそういうことを考えた時、やっぱり今のね、状況は9年前ぐらいかな、あれね、違いますよね、まあ、というようなことなんですけど、同じね、沖縄の現地の、まあ、村議さんでね、仲間さん、まあ、また別の思いもあると思いますけどね、沖縄県の、ね、尖閣ですから、はい、行けなかったのは残念だったんですけど、僕個人としては何でか日の丸持ってたんですね、これ嬉しくてずっと持ってくれたね、はい、あれは嬉しかったよ。それがあって、なんか皆さんの代表という形で、絶対これだけ倒さないで、うん、気持ちでさせてもらって、まあ、暗い中後ろに映って雨降ってったということで、ちっちゃな点が30分ぐらいはあのでっかい海保の来る船が来て、まさかここで断念せざるを得ないと、行きたかったんですけど、やっぱり砂川船長の今後の漁業活動にも支障があるって、船長本人が言ったのを聞くと、これ仕方ないなと、で代表が判断したので、はい、致し方ないなという気持ちです。ただ今ね、本間さんがも言ってましたように告訴してますので、もう次の手はどうなのかとかはまたこっちも勉強しながら、でね、田中君にね、一緒にまた行きましょうね。
という気持ちです、はい、もう前向きに考えてます、はい、嬉しいねそういう話聞くと、うん、いやそれと、まあ、今言ってくれましたけど私たちがやってきたことは実は違法な行為は一切やってないんです。これ本当にあの法律に違反するようなことはやらない。あちょっと思い切ってやれとかいろんなことあるけど実は私は思い切ってやるのが好きですけどもそれは今後のためにねこう我々は尖閣を守りたいそういう思いでやってますからあの本当悔しい思いも何度ももうしてますけど違法な行為やってないんですね。だからこういうとこまで今、まあ、追い詰めたというとおかしいけどもこういうこれ公文書ですからね3つの官庁のこういうものがね矛盾したものが手に入れて、まあ、実は、月曜日、に、私は、沖縄の那覇の、海上保安庁、まあ、あの保安部長にねお会いしたいと一応申し出ております。その話を聞きたいと思います。この矛盾も聞いてみたいしねなぜ今回だけ来なかったかというのも聞きたいと思うんですけど国盛州の候補をやってくれます東真理さんも、はい、3回目だねこれでね3回目の挑戦です、うん、で今回20回りで戻されていけませんでしたが前回前々回と比べたら出向することはできたので、うん、社長とね本間奈々代表がこう詰めてで向こう側がぐうの音も言わせないような書類を出しそして告訴までしてくださったことでだいぶ事態が前進してます。で今回、解放現れなかったわけですがその本当にこう現場で感じたのはもう及び腰といいますかこう誰も上が守ってくれないという状況を分かりながらもその官邸がその日中共同管理というその前提ありき官邸と中共が密約したあれありきでそれを遂行しなければいけないとやっぱ海保さん思ったんだと思うんですよね。ただ彼らはその警告らしい警告をしなかった。前回の中さんが行った時にはですねはっきりと掲示板でこう見えるような近さでですね船舶安全法違反ですって断言したんですが今回それを解放はできませんでした。私たちに見せたのは船舶20海里を超えると安全とは言えませんなどのすごく曖昧な注意してください注意してくださいぐらいしか言えなかった。あと何かもにょ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 警告らしい何か言ってたんです。で私たちの船から遠のいて逃げるから何を言ってるのか多分警告なんだろうなと思ってたんですが他の船からの撮影で見たところによると沖縄の天気予報を流してたんですよ。あの緊迫したあの場面でこういう感じです。宮古島晴れ風やや強しいや後でこれ私たちに流してたんですよ、ね、我々のところになんでこれ流してくれたのか分かんないけどね、はい、まあということですね。こっちが警告だと勘違いしたらいいなぐらいの感じだったんですけれど、うん、海保の皆さん私本当に海保の方たちのことを応援してました信じてました。でもこういう情けないことしてですよこう一般国民を排除するんですか。それで中国海警はですにはですねろくな警告もせず逮捕しないじゃないですかあちら側には。で日本国憲法第3章国内移動の自由思想信条の自由それをですねあとその尖閣は我が領土だっていうその証明ですよ国民が唯一できる証明をやろうとしている私たち国民やあと勇気ある船長さんを逮捕するってあなた方言ったんです。本当にね情けないと思ってください。で上救ってくれないんですよ海保の皆さん。多分このビデオこの映像ですね動画を確認されると思いますが本当に言いたいちゃんと上に行ってください問題提起してくださいこんな仕事できませんって。あなた方私たちが違法なことしてないの分かってますよね。本当に人として公務員じゃなく人として真っ当な仕事してください、はい。まあ、そういうことですね。まあ、きつい言い方しますけれども卑劣なものやめろよと
弱いね漁師さんのね生活を脅かすような脅かしをね、あのいくらね役目とはいえそういうことやるんじゃないよとね、それは普通の人間やることじゃないし男のやることじゃないし、いや女だってそうですよ、卑怯なものやめろとそれだけは言っとかなきゃいけない、あの言うならちゃんと我々に言ってくればいいんですよね、堂々と言ってこいと、いうことですね。まあ、あのそのことだけは言っておくことと、こういう真似するっていうことはこれね犯罪になりますよと。で、まあ、さっき本間さんからも言ってくれましたけども、あの我々はこういうの刑事告訴しますからね、あのきちんとした、ね、真面目な日本の海上警察官としての誇りを持った仕事を今までもやってこられたと思うけども、少なくともこの尖閣の問題に関しては私はもうはっきりこれ長尾議員とか皆さんも言ってくれる官邸なんですよ、官邸がやらせてるんですよこの役人さんたちにね。でもね官邸が言ってるからということで違法行為をやっちゃいけないです。違法な行為犯罪をその手下になってやっちゃいかん、このことだけは言わなきゃいけないんですね。だから我々はいやでもこれもしその、まあ、明日も、海上保安部に11管区の海上保安部長に会いたいということで面会申し入れてますけれども、まあ、その態度遺憾によっては我々は本当に断固としてねいろんなことをやっていかなきゃいけない。で、いつも言ってますけど私はやるっつったら本当にやりますし、この新党国盛代表の本間奈々代表も やるっつったらやりますからね、みんなやりますよ、東真理さんもそうだし。でこういうことをね私たちに本当はやらせないでもらってありがたいな、海上保安官は我々の国の誇りだと本当にそう思う。あの時田中さん嬉しかったよね、あの時の海上保安官たちはね、うん、まあそういうようなことを考える時あの地道に私たちは29回になるのかな今回で、尖閣諸島の漁業活動これからも続けるし、次はもっとビシッとねあのやってきますし、あの法廷闘争も含めて、あのそれも違法な行為は一切しない、法律に従った形で堂々と我々が尖閣という領海で漁業ができることをやりたいと思います。であの実はこちらのね北海あじゃあ沖縄でもね、まあ、の野原さんね、はい、いろんなことでこの、まあ、尖閣を守る活動、はい、彼女もやってくれてるんですけど、はい、まあ、こういう状態を見ながらちょっと一言またね、あの、はい、皆さんのご活動には日々あの感謝申し上げております。本来であれば、あの尖閣の行政区の沖縄県がすべきことを皆さんにしていただいているという状況になっていると思います。というのはですね、今日は田中杉並議員にお越しいただいておりますけれども、まあ、尖閣列島は国の所有でありますけれども、うん、行政区は沖縄県であって、沖縄県のこの漁師さんたちが危険にさらされているという事実があることに対して議会ですとか県政は何をやってんだろうって常に感じているんですね。で、それと対照的にですよ、一昨年の秋に、秋でしたか、首里城が焼けてしまいました。その時に首里城っていうのは国定公園ですから沖縄県の所有じゃないんですが、沖縄県のトップの知事は国に飛んでって首里城をどうにか再建してくれって言うに言ってるんですよね。これと比較して、じゃあなぜ尖閣は国のものであるけれども、沖縄県の行政のものであるのに、ものを言わないんだというところに、いつも私はちょっと疑問を感じていると、沖縄県のこの在り方にちょっと、疑問符を感じているというところです。それはでも大変いいこと言ってくれて、はい、その通りだよね。本当にそう思います。知事がやらなきゃいけないことだね、そうなんです、まずね、議会もね。そうなんです、はい。なるほどね。いや、本当はね、そういうやるべき人たちが、何もやらないで余計なことをやってるというね、まあ、玉城デニー知事ですか、最近ボロが出てきてるという噂もねあるんですけども、まあ、この問題で、尖閣の問題は実は中国の、皆さんこれ別のところで私も言ってますけど、中国のね日本に対する出方のバロメーターとかね、そういうものにもなるんですね。で今回我々が新しくやったのは
漁船が2隻とか1隻は今までも行ってた。しかしこれ3隻だったんですね、今回は。これ大きいんですよ。実は船団の形になる可能性もある。でもう一つ言うと、宮古の、漁師さんたち、この海中たちも行こうかって言ってたんですね。まあいろんな事情、まあ、私から言うとこれも海保の圧力があったんじゃないかと実は勘ぐってるところもあるんですけど、まああえて言いませんけども、あの今一つ言うとね、突然前日に、まあ、あの船長さんが体調不良になった。で突然前日に、船が13トンで、それまでも行ってたんですよ。それで13トンだから、あの船員法の規定に従って船員証とかなんとかいると突然言ってきた。つまりそんなの昔から海保分かってるはずなんですよ、というようなことで、まあ、その合法みたいな形になってるけども、こういうような形でつまり五隻体制になったかもわからない、もしかしたら。そういう状況の中でね、あのやってるこの姑息なやり方が実は浮き彫りになってきてる。私は現場のその海保の人間考えた時、前昔言ったことあるんですけど、例えば接続水区域に4隻ぐらいいつもいるんですよ。かつて2隻ぐらいだったんです。例えば我々が漁船で行った時、まあ、私も目の前で見ましたけど、あの突っ込んでくるわけですよ。そうするとあの巡視船が遮るわけです。そうするとそこでねストップされる。だったらなぜ領海に入る接続区域のところに2隻いたら4隻5隻巡視船を置いて領海に入るとき遮らないのか、ね、領海までわざわざ入れて石垣島から出たのは10隻体制でいるんだから、ね、領海に入る前に全部取り囲んでたらどうだと、ね、領海入れちゃいけないですよ、これ本当は。できるんですよ、それをやらない。前もおかしいって言ったんですよ。あの我々を守ってくれてるんだろう、あ遮って止めることできるんだろう、だから領海にやろうとしたらスッと入って止めればいいじゃないか。また向こうやったら今度こうやって、前で1回だけ我々乗ってる時に我々のところ近づいてきた船にこうやったんですよ。そしてこうやるとやっぱりしょうがないからこう機種を変えるわけです。変えると今度また別の船がヒュッて行って U ターンさせちゃったんですね。やろうともやってできる、接続区域でできるということも実はあえて言う、あの言いたいと思いますけど、いや、いろんな事情があってそこでぶつけられてトラブルになったらもっと大変なことになるとかね。だから容認してるんですよ、領海侵入を。でもまあチャンネル桜で前にあの領土議連とともに私がちょっと講演させてもらった、あの今の尖閣の状況っていうのを領土議連の議員さんの前でやった時、今あの水産庁じゃない、あのあれだ、国交省のね、海保のその担当者、警備の担当者が、私たちは領海に入れないように徹底的に努力してますと。もう8年前とか、そう9年前の話だから状況違いますけどね、当時はそういうふうに言ってました、はっきり議員の前でもね、映像もあります。だから本当にね、あの事なかれ主義とか、こういう文書にはあるように、何でもとにかく時間稼ぎとかね、いい加減なことやってるうちに本当に領土を失いますよと、領海を失いますよ、そのことをもう一回思い起こしてもらいたいなと思いますけどね。どうですか、まあ、それぞれちょっと意見聞いてみたいと思いますけどね、この尖閣を守るっていうことについてね。はい、元々自民党が公務員を常駐させるって言っていたわけですから、それをやってくだされば全然こんな活動を私たちがやらなくてもよかったのにという思いもあるんですけれども、本来海保のやらなきゃいけないのは海上警察として、あの漁師さんたちが、あの漁を無事にできるように安心してできるようにすることだと思うんですね。だけれども今逆に漁を邪魔しようとしている、日本人を生かせようとし、あの生かせないようにしようとしているっていう、あまりにもひどいんじゃないかっていうことと、で今回私はあのここまで効き目があるとは思わなかったんですけれども、海保が来なかったことを見てようやくその水産庁、国交省、そして現場の海保も自分たちが法律違反を犯してるんじゃないかっていうことをやっと気づいたのかもしれません。あの
なんか社長も今おっしゃってましたけれども、いくら今官邸が人事をやってるから官邸に忖度するとかいろいろ話出ていますけれども、何でも言うことを聞けばいいって問題じゃないんですよ。まして法律違反の可能性があって、自分 の, まさに刑事告訴されるようなことをやってるっていう可能性があるっていうことをどこの誰も気づかなかったのかなっていうのが非常に不思議なんですね。私やっぱり今までできたはずなので、やってきてたわけですよ。社長が何回もやってきた中ではずっとやれたことができなくするってことは、法律改正されてるわけじゃないんで、とんでもないことをやることを覚悟させられる。私その時思ったんですけど、法制局に相談に行かなかったのかなとかね。それでこの文書ですよ、この文書、かって書くバカがどこにいるのかっていうね、怒りを感じて、こんなに恥知らずなことができるね公務員になってるんだというね、これをこれこんなの部下に書かせたのかなっていうね、課長が恥ずかしくないんですかっていうね、これね、内容証明で我々やりましたからね、はい、残るんですよ。これはもう確実にこういう官庁から出た書類ですからね。私ちょっと間違ってますよってなんか指摘したいぐらいなんですけれども、こういうね、本当に海上保安庁、そして、国水産庁、そして国交省、ね、こういうものですよ。それは重いですからね、はい、でこれ誰が書いたかってことになりますけどね、課全体になるわけで、ね、名前書いてないから、ね、課長ですね、課長が責任取らなきゃいけない。もうこんなの公務員法見ても分かるし、何やっても分かるんで、こんなアホみたいなことをやってることに嘆かわしいと思いますし、私はこういう上司とかこういうなんか政府の下で働く若い人が本当に、ね、やる気になるのか、今キャリアの公務員がどんどん辞めていくって話も問題になっていますけれども、これじゃあちょっと、これではちょっとね、はっきり言って、だって上司自体にそんな気がないんですもん。残念ですよ。やっぱり尊敬できる上司のもとで働きたいという若い人たちの意思も損なってる気がして、未来を奪ってる気もして、やっぱり許しがたいと思います。でもやはり諦めないで、私はやっぱりなんとか尖閣の実効支配を確保するための手段を一つでも力を尽くしたいと思っていますので、これも徹底して次回につなげていきたいというふうに、決意を新たに、佐々木先の田中先生もねおっしゃってて、なんか悔しくて悔しくて、その悔しさがなんかファイトになるという感じですね。どうしようかというね、いや本当にそうだと思いますね。でさっきね野原さんが、ね、言ったように、本当は沖縄県知事はじめ沖縄県議会とか、もう本当にやってもらわなきゃいけないと思うんだけども、そこの問題に関しては全くないんですね。確かに先日大きい中国の大きい外相が来て、茂木外務大臣が、ああいうふにゃふにゃした対応された時に、実は沖縄県議会はそれに対してダメでしょうという案を出して可決してるんですよ。それにもかかわらず、そのもう議案が通ったことが形骸化してしまっているというか、出してしまえばいいんじゃないかということになってしまっている、その後がないということに、ちょっとやっぱりもうちょっと先のことも考えてやらなきゃいけないんじゃないかと思うこととですね、先ほどお話をお伺いして、普段は省庁なんかは 縄張り争いをしている省庁がですよ、こんな裏で話を合わせたようなことをして、ちょっとなんか日本は本当に大丈夫かしらって思うようなことを感じています。そうだね、はい、あずささんどうですか、これからのことね、はいはい、昨日尖閣海域で亡くなった戦没者の方々の慰霊をさせていただいたんですが、そのこの沖縄のこともですよ、沖縄の方か、皆様戦ってくださいましたし、あと九州から義烈空挺隊やね、さまざまな応援もあったわけですよ。でその尖閣も血を流して守ってくださった先人がいる、それをですね、そのこの文章を見ても分かりますが、その場当たり的なその場限りの その場しのぎで、やってきていることがですよ、確実に中国、が上調するっていうんですかね、
もうあの彼らを中国を抑えられないような方向に持ってっちゃうんですよ。だからそれって最終的には彼らはあのこの沖縄も狙ってますし、その尖閣だけじゃなくて、そうここが取られてしまうんです。そうすると台湾の皆様にも大変なご迷惑かけちゃうんです。だから海保の皆様があのやっていることはですね、ご先祖のことも裏切るし、未来の子どもたちにも大変無責任なことをしてるんです。その自覚を持っていただきたい。そして海保よりももっと悪いのは官邸ですよ。あの国土交通省、公明党、もう本当にあの腹が立ちます。でよあの与党がですね、結局憲法改正できてないじゃないですか。それで御所大臣に何十年もそのアメリカがね押し付けた憲法を守ってるのに、そのこういうね私たちのようなあの尖閣を何とかしたいって思ってる国民を生かせないために憲法を曲げるのかって、憲法違反やっちゃってるじゃないですか。何御所大臣に守ってるんですかって。だったら本当に不分憲法でいいじゃないですか。2000年続いた慣例のままやっていけばいいんですよ。この日本っていう国はその歴史長いんですから。でもそれでも憲法を守りたいんだったら憲法3章ちゃんと率先して官邸も与党も守ってください。本当に子どもたちの未来かかってるんです。もっと必死になってください。お願いします。はい、まあ、あの憲法の問題というとですね、具体的に言うとですね、あの人権侵害なんですね、まずね、まあ、私たちは職業の選択の自由もある、あるいはそのいわゆるあの移動の自由もある、それから思想信条の自由もある、信教の自由もある、いうようなことで、つい5、6回前のところで来たのは、私がまあちょっとこれミスったってわけじゃないんですけども、5分ほどね、戦場でちょうど8月なんでね、読経をしたいと、いうことを1回やったんですね。読経をするということは純粋な漁業じゃないから行かせないと。それからもう一人、石垣島に搬送、つまり週の何日かは漁船に乗って漁に行く、でも曹洞宗のお坊さんですけども、それだけでは坊さんだけでは食べていけないから、週3日ぐらいは漁に必ず出る、それから操縦免許を持ってる、この方を乗せてお経を読んでもらおうと、花束の一つもね捧げたいと、まあいうようなことをまあ書いたら、それも僧侶を乗せるとは何事だと、だから半量だよって言ったんだけども、それも純粋な漁業じゃない。でもこれはね、例えば我々がよくどこ行ってもそうだ、地鎮祭もそうだし、漁師さんたちだって正月行ったら海にお酒をちょっと垂らしてね、豊漁を祈るとか、こういうことまで含めてもう明らかに実は憲法違反やってるんです。だから心の中でお経を唱えようと声に出してお経を唱えるのか、あるいはね祝詞をあげるのかね、それは別として、まずそういう信教の自由ということで、こう水産庁です、これはね純粋な漁業じゃないって言ってきて、今度我々訴えましたからね、これ国家賠償 訴訟と、いわゆる刑事告発、告訴ね、こうやりましたから驚いちゃったわけです。本当に本気でやるんだ、つまり今言った信教の自由を犯してる、それから誰が例えば今国村議ね、政治をやってる人だって兼業というのはあるわけですよ。だっていろんなもの地方の議員さんだとね、単なるその議員だけじゃなくて漁業をやったりね、商業をやったりいろんなところに勤めたりする人いるわけですよ。それそういうもの、兼業の自由って、職業選択の自由で兼業 して何が悪いんだってことある。夜働いて昼間別のことやるとかね、こういうこともあって、こんなね具体的なことなんです。実は人権侵害なんです。それからお前は例えばはっきり言いまして、うちのスタッフ、このずっとこれを担当してる、プロデューサーというかね、そういう人間に
録画も録音もされてますけども、水島さんたちは政治的だから行かせないんだと。じゃあね、思想信条で国を守りたい、尖閣を守りたいという思想を持つ人はダメなのか、思想が持ってる人はダメなのかと。じゃあ漁師は何にも思想や信条を持たないバカなのかと。冗談じゃないと。みんな日本人としてね、それぞれの考え方を持ってる。左も右もいるだろうけども、誰でも職業を選択できる、どういう思想を持っても許される、これが日本の民主主義じゃないですかというようなことを深く踏まえると、基本的なことは全部我々のこの人権弾圧をやってるってことですね。でこれも明らかになってきてる。で具体的にはさっき本間さんが言ってくれたこのね、省庁の問題だからね、戦後の実はこの矛盾というのかな、ごまかしてきた、あのつまり中国には怖いからことを荒立てたくない、とにかく行かせない、やらせない、いろんな理屈をつけてやって、でも我々がもう諦めると思ってたんですね。まさかあの刑事告訴や国家賠償請求訴訟をねやると思ってなかった。でこういう中で今あのこのような事態がね、一歩一歩、まあ、詰め将棋じゃないけども、違法な行為をしないで我々我慢しながら、それでも。でもう一つちょっと言っときますと、これ魚ね、これ皆さんで利用してもらう、例えば北海道に持ってって皆さんで旭川とかいろいろ食べてもらう、これそれでお金も払うでしょう、居酒屋さんとかなんかだったらね。でそちらの東京でもね、あの知り合い の, そのなんか食料飲食業の方使ってもらって食べてもらう、これでお金を払う、ちゃんとビジネスというか商売という形の中で尖閣の海で獲れた魚がこういう形で消費されていく、これも実効支配なんですよ。単なる魚を取ってるだけじゃなくてね。それから国会議員に私たちは巡視船で行けって言ってます。それは国会議員の一部の人間あのそれを やってますで行かなきゃいけないんです。国会議員は漁船で行くのが怖かったらつらかったら巡視船乗って尖閣回りゃいいんですよ、いくらでも行ってんだからね。それも実はあの国交省やあれは嫌がってる、ね、こういう状態が実は続いてますんで、こういうことにね本当に言うと切り込んでるところが、まあ我々しかいなかったんでね、今びっくりしてるところだと思います。それで言ったことは本当にやりますからね、あの諦めませんし、しぶといですから、あの正義の戦いですからこれはね、ということで。で今回ねこのね、あの田中さんとね長間さんが、まあ、あの政治家なんですよ、お二人ともね、とりあえずね今言った地方議員さんですけど、でも国会議員が本当やるべきだし、もっと言えば沖縄の県議会議員がねやるべきですよ本当ね。視察ぐらい行かせろと言ったっていいわけですよ。で、まああのまあ、石垣島の市長は自分であれ名前変えたじゃないですか、石垣市戸野城尖閣と。であの石碑を置きたいって言って、これもダメなんダメだって。でもうこれはもうはっきりも言っていいと思いますけども、それが終わってダメなら、私は中山市長にねあの言ったのは、中山さんね、久場島はね、久場島っていうのはあれは 国有地じゃないんですよ、あれは私有地なんです。で私有地が国に貸して、国が米軍と射爆場という形でやって、そのまま契約になってるんです。ということはこれ弁護士さん、これね大間さんの知り合いのね弁護士さん聞いて、つまり不動産の調査、あの税金かけるために久場島のところに行くことができますよと、通告だけで、その所有者の承認なんかいらない、行政府として行政して。沖縄県もやるべきなんです本当に、ね、あなた言う通りでね。だからそういうねこともただ私は実はどんどんその提案してるんですよ。でもっと言えばそんなね上陸が怖くてあれだったら、大体ねいいのだったら1000万、安いのだったら300万浮き魚礁、尖閣の諸島の周りにねあのポンポン立ててみろと。これもね上陸しないでもやれるんですよ。もういろんなアイディア実は提案して出してるんですよ。ただあとは政治家やそういう人たちが勇気を持ってねやってくれるかどうか。あのでもこのことを言った時、
中国船がもっと言えば極端なこと言いますよ、私はどうしてももう怖くてぶつかるのが嫌だったら、もう尖閣諸島をまず機雷をね敷設しちゃえと、中国船が来たらもう機雷を敷いて爆破して沈没するぐらいのね機雷やってみたら、お前ら戦う勇気がなければ機雷をみんな やったらどうだと、で自分たちも行かないようにしろとね、漁師も行くなって言ってるぐらいだからね、というようなことまであるんですよ。でも私が言ったことは向こうがやることもあるんです。向こうはずる賢いですし根性もあるしというか尖閣取りたいですからね、彼らが機雷伏せしたらどうしますね、あるいは今フィリピンで100隻ぐらいの100トンクラス の偽装民兵ですね、海上民兵がその100隻で魚釣島や北小島南小島の周りに停泊して動かなかったら海保どうしますかね、というようなことをみんなつまり考えたくないんですよ、怖いことは。だから私たちが行くとそういうものを刺激して中国様がそういうことをやってくるかも分かんないから水島たちだけは行かせないみたいなね、いうことをやってるだけの話で、でこういう矛盾が生まれてるってことだけちょっと改めて少し言っときますけど、どうですかこれ田中さんね、そういうことなんですけどね、はい、今水島社長がおっしゃった通りで、はっきり言ってもういつ何時中国に乗っ取られてもおかしくないんですよ。でそのことを今こうしてる間にもですよ、もう武装して漁民がですね、自称漁民がですね、船から落っこちて流れ着いたとか言って緊急避難を装ってですね、うん、尖閣の島々に上陸をしそのまま居座るという可能性は今すでにあるわけです、うん、もう私は杉並区民だけれども大事な大事な日本の領土だと思うから、もういても立ってもいられないっていうのが正直なところです。でさっき、その本間さんがですね、公務員を常駐させるっていう話はどこ行ったっていう、まさにその通りで、私とそれとその水島社長と10人でですね9年前に尖閣諸島に行った、その帰ってきた時にですね、安倍さんは、尖閣諸島に公務員を常駐させると、だから自分をぜひ、その自民党の総裁に一票を入れてくれっていうようなことを自民党員に対して約束をしてるんですよ、うん、それを信じて、皆さんは安倍さんをその安倍、総裁に総裁の座に押し上げたわけですね。その約束はどこに行ったっていうことなんですよ、うん、9年前に公務員をちゃんと常駐させていればですね、こんなことになってないわけです、うん、で今この9年間手をこまねいて中国様々で来た結果ですね、もう公務員は公務員でもただの公務員じゃなくて、私はもう自衛隊の基地を作るぐらいのことを即座に直ちにやってもらわないと全然守れないと思います。尖閣、トノシロ尖閣というね、地名を作ってで、なんとかその表示を立てたいというその石垣市議会石垣市長の護衛団には大変敬意を表するけれども、武装した漁民が攻めてきたら、その石垣市の職員じゃもう皆殺しにされておしまいですからね。だから早い話が自衛隊が常駐するようなそういう基地を作るより他ないんです。そのぐらいにピンチだっていうことなんですよね。そのことをやっぱりきちんときちんと我々日本国民で考えなきゃいけないんですけれども、未だにですね、まあ、目が覚めていないのか、なんともこの非常にもう危機に瀕しているこの状態が改善されてない、改善されてないところがどん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 中国のその何ですかサラミスライスですか、あれによってどん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 もう日々日々状況がまずくなっていく、だん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 我々国民は麻痺して、ああ今日も領海侵犯ですか、ああ昨日も領海侵犯ですかってニュースになってももうみんな慣れちゃって麻痺しちゃってとんでもないことが起きてるっていう認識がもう薄れかけてるんですよ、うん、そういうことじゃもういつ何時乗っ取られてもおかしくない、そのことをですね、うん、やっぱりもう一回強くお訴えしたいと思います、うん、そうですね。今
言ったようなことで言うとね、私が一つ前にも提案してね、江藤誠一さんとかにも言ったことあるのは、あのレポート出してくれとかで出したことあるんだけどね、あの江藤さんはあの領土省の時、まあ、私もちょっと呼ばれてねちょっと話したことあったんだけど、あのあれですよ、江藤誠一が言ってたのは、海保は実はあの尖閣諸島に一番近いのがいるのが中国船で、海保がこっちに離れてる、離れたところに海保がいる、この映像を一般に公開しろ、現実を知ってもらって、だどんなことがあっても嫌だって言ったのは、ね、その後確認しましたけど、僕は言ったんだって言ったの、本当電話でも、ね、言ってましたしね、私もその話聞きましたけど、つまりね、例えばこういう提案もしたんですよ。当たり前のことですけど、米軍とね、あの日本の、ね、自衛隊が上陸訓練を、ね、やると、米軍は嫌がるかもわからないですよ、そんなトラブルにね。でもね、それは我々は日米同盟だからね、久場島でもどこでもいいから、久場島は演習場になってるから、まあ私はあんまりアメリカに頼るってのは嫌だけども、でも現実にはそういうね力しか今我々ないから、だからそういう意味ではね、米軍と久場島に上陸訓練をやると、もうそれだけで少なくとも当分ね、中国が侵略するちょっかい出せなくなる。でバイデン政権とあやふやだから、逆にとにかくそういうことをどんどん要求したり頼む、米軍が断るかもわからないけども、でも日本は米軍と共に尖閣を守りたいという意思表示をするとね、米軍だってそれなりにやる気があるんならやってみようかいっていうね、なるわけですよ。だからあの海上訓練やってるんですよ、米軍も一緒にね、尖閣の近くで。だけどそこまで日本政府がその決意を示すっていうね、そうすると米軍だって考えざるを得ないんですよ。それともう一つは、あの沖縄県のね、まあ、ある意味で言うと我々は、まあ、本当は自分の国は自分で守るべきだけど、今そういう状態じゃないから、沖縄の基地も必要なんですよ、ね、その時ね、今言ったようにこの米軍の基地が今、まあ、日本も防衛だけじゃなくてアジアの全体の東アジアの要になってるところまだあるから、その時尖閣でこういう共同訓練をやった時、沖縄の本土の基地とか、あるいは石垣やいろんなところの自衛隊の基地、こういうのにも必要なんだなっていうのがね、象徴的に分かるわけです。それから世界に対しても実効支配をしてるんだというのをね、やればできるんですよ、頼めばできるの。それをやらない政治家たちはね、本当にちょっと非常に残念な気がしますけど、まあね、まあ、我々はそういう意味で、ね、田中さんや仲間さんのようなね、あの心ある、ね、あの地方議員の皆さんがいるってことも一つの希望になりますけど、じゃあ仲間さんちょっと、はい、あの、まあ、僕が議員になったのも子供が3名いて可愛いのがまだ小学生、まあ、上のお兄ちゃんが今度中学生になったんですけど、この子たち守りたいって思ったからなんですね、うん、でやっぱ発信力は持たないといけないと、うん、いうことで、当時応援していた先輩に僕も立っていいですかって言って立ったのが今回なんですけど、で縁があって昨夜沖縄の声に出るようになって、水島代表とか小間さんとか皆さんとお会いするようになって、先ほど金城照さん来てたじゃないですか、水島代表のことを大和を騙し思ったあって言ってましたよね、うるっときました。94歳、僕の母が20歳の時僕生まれましたので70歳、うん、でばあちゃんが、まあ、亡くなりましたけど生きてたら、テルさんぐらいなんですね、うん、を見ててあのテルさんのしっかりした声と 目力、うん、よかったなと、うん、僕がここにいるのも間違ってなかったなと、うん、国盛で、あるいは地元の議員として行政活動しますけど、やっぱりここでも国盛りとして、うん、将来の子供たちのため、今もそうですけどやってる行動を間違ってなかったなっていうのを、テル、うん、さんと水島さんの話聞いててすごく感じましたので、その思い出だけは忘れずに、で本当に水島さんとか皆さんがやることをやっていますので、
僕はそのまた沖縄の皆さんと国盛りにですね手をつなぎながらやっていきたいっていうのを本当に今回のこの石垣行って、まあ、今日帰ってきてからのこの3日間でとても強く感じました、はい、だからこそまた行きたいし、そこら辺はまた水島さんと本間さんで詰めてくださいね、はい、したいと思います。やりましょうね、はい、いつも、ね、言いますけど、政治家頼むに足らず、財界頼むに足らず、官僚頼むに足らず、マスメディア頼むに足らず、まあ、こういうことになるときは、まあ、総合を糾合し、ね、決起のほか策これなしと、まあ、ちょっと言葉は違いますけども、かつての草加玄瑞という明治の志士が、武市半平太宛に書いたところ、総合国旗の思想というのがそういうところで出ているということをよく私は引用しますけども、本当にもう誰かがやってくれるだろうということより私たちでやっていこうと、どこまでやれるかは分からない、勝つからやる、負けるからやらない、得だからやる、損だからやらない、そうじゃないことを今、まあまあ、私たち国盛新党国盛、まあ、本間代表先頭にね、国盛そして新党国盛と国盛衆、それとも頑張れ日本全国行動委員会もそうですけど、そういう形で、まあ、やろうとしているわけですね。まあ、時間もだんだん来ましたんで一言ずついただいてまた終えたいと思います。私からもう言うことはそういうことです。じゃあ本間さんからも、はい、ということで、まあ、私たちはもうとにかくいつも国盛り衆に対して言っている通り、もうこう私たちが最後の砦だと思っています。特に尖閣問題については保守の番組はいっぱいあるんですけれども、実際に行動を移しているのは私たちだというふうに思っていて、やっぱその原動力になっているのはやっぱり先人たちが大変な戦争をなんていうか迎えてですね、残して、そして後に続いてほしいという思いがあって日本を守ってほしいと思っていたはずです。だけれども戦後の日本っていうのはそれを食い潰してるんじゃないかって、私たちが食い潰した後に今中間さんからもお話ありましたけど、子どもたち若者たち皆殺しするつもりですかっていうのがあって、やっぱりそれにはもうはっきり申し訳ないという気持ちが私のやっぱり原動力になっていまして、まあ、今回引き返すことになって残念ではあったんですけれども、私はもうとにかく法律的なことをしっかりクリアして、そして何もなんていうか批判されないような格好でしっかり尖閣に今一度行けるようにやっていきたいというふうに思っています。ぜひ応援してください。沖縄をねウイグルようにしちゃいけないですよ、うん、本当になっちゃいますよ。沖縄全体がねウイグルにさせるわけにはいかない。ここをね、じゃあどうぞ、はい、社長が先ほどおっしゃいましたけれども、米軍は本気でこの台湾有事、尖閣有事に対して、訓練を始めてるんですね。実は先月ですか、初めて珍しい映像を米軍がニュースに公開したんですね。それは何かと申しますと、渡名喜島という小さな、450人ほどの住民の島がありまして、そこのちょっと離れ島にイリーズナー島というところがあるんですが、そこで無人島標的射撃訓練というものを行って初めて県民に公開したんですね。これはすごく珍しいことであって、もう本気でこの米軍はね、日本政府のだらしなさにかまけて、もう中国来るんなら来いよという姿勢を示してくださってるわけですよね。それに対して沖縄県はこの米軍はいつも悪いみたいなスタンスで、まあ、メディアを含めてですね報道することが、ちょっと私はいつも米軍さんに対して申し訳ないなという思いで普段、過ごしているんですが、そういったことに対しても少し県民の意識を変えなきゃいけないのではないかと。やっぱり国は国で本当は自国は自国で守るべきなんですが、現実アメリカがいてくれて尖閣も今の状態で何年も収まっているということもありますから、そこにはちょっと気持ちを、ね、変えていかなきゃいけないのではないかなと思っています、うんうん、はい、そうですね、はい、あずささんで、はい、はい、私先ほど水島社と所長と金城輝さんがお話しされてた、お姿を見てですね、
思い出してたのはですね、私実は社長と初めてお話しさせていただいたのを沖縄遠征の頑張れ日本全国行動委員会の沖縄遠征に参加した時だったんですよ。で、チャンネル桜見るまでは本当に政治には本当に疎いというか、のっぽりただのぼーっとしてる国民だったんですけど、チャンネル桜を知って、で社長とお話ししてみたいなって、チャンネル桜でもっと勉強したいなと思って沖縄に初めて参加させていただいた時に、金城テル先生と水島社長のお姿見て、あ、なんかやっと日本に出会えたって感じがしたんですね。で、そして高田武雄先生の、チャンネル桜の大東亜戦士たちという特番で高田武雄先生のお話聞いた時に、昭和天皇陛下もその大東亜戦士の皆様もこの未来の私たちに国を託してたんだって、未来の日本人を信じてたんだっていうことに初めてそのなんか知って、もう裏切れないなって本当に思ったんですね。なんかそれをですね、今海保と官邸とその国土交通省などが、水産庁もですけど、裏切って尖閣を渡そうとしていて、尖閣奪われたらなし崩し的に本当に日本はどんどん分断されて失っていくんだろうなって思います。なのでぜひ海保の皆様や国のね、政府の皆様も本当にこうちょっとはご先祖様、身近なね、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんのことでもいいですから、思い出してちゃんと気持ちを改めていただきたい。ちょっとなかなか難しいんだろうなと思うんですけれど、はい、そう思います。はい、ありがとう。ありがとう。田畑武雄先生というのは、実は私の先生みたいな人でありまして、かつての特攻隊の、教官をしていた方で、若い少年飛行兵や学徒兵、こういうものを訓練して、特攻へ送り出していったと。ご自身も、終戦直前に特攻命令を受けて待機をしていたところで終戦を迎えたということで、その残りの、後半生というよりもまだ若い頃ですか、30ちょっとぐらいの後の残り91歳でお亡くなりになるまで、ずっとその国をもう一回取り戻すという運動を、続けて いただいた方です。そういう方が田畑今武雄という。それから今金城照先生の話出ましたけど、この今番組の収録の前に、実は世界最高齢の、キャスターということで、金城照という本当に立派な女性がには、私も出会えたんですけれども、その方と2人、他の方も交えて対談番組をさせてもらいました。これはチャンネル桜沖縄、または本社の方でもこれやりたいと思いますけれども、そういう方の話で今仲間さんとね、あずささんの話が出た金城照先生という、一応言っておきますと、本当に若い頃から国軍奮闘、沖縄の日競争ですね、沖競争、こういうところの理不尽な戦い、例えば PTA としてもまず始まったのは、子どもたちの教育をしなきゃいけない先生たちが職務放棄して自習だけさせて、なんていうんですか、デモやあっちの方へ行ってる、これはおかしいじゃないかというようなことを声を上げるっていうのは本当に大変だったんですけど、彼女はその母親として、あるいは日本国民としてね、立ち上がって声を上げたと。鬼より怖い金城照と言われた、実に可愛らしいというか、愛嬌のあるおばあちゃんというかね、いい人で、でも子供のためにとか日本のためにこういうことで戦って来ていただいて、94歳になる方、先ほどこの番組の収録前にやりましたんで、こういう方です。沖縄の誇りだと思います。そういう方の話が今お二人からしてもらったというわけであります。
はい、まあ、それとは別に今日のまとめとして田中さんお願いします。はい、はい、私はですね、大好きなテレビドラマのですねセリフがあるんですよ。それは、行こう地球は我々人類自らの手で守り抜かなければならないんだっていうセリフなんですね。これは沖縄県出身の金城哲夫さんという脚本家が書かれたウルトラセブンの最終回史上最大の侵略に出てくるセリフであります。私は今でもこのセリフを聞くと涙が出てきてしまうんですけれども、金城さんのメッセージがですね、セリフという形で伝わってくるので涙が出てきてしまうんですけれども、今まさにですねその史上最大の侵略が現実のこととなろうとしているわけであります。私は9年前に魚釣島に上陸してこの方しょっちゅう夢に出てくるんですね。あの尖閣の美しい海美しい島がしょっちゅう出てくるんです夢に。ああ島がまた来いよと言ってくれてるのかななんていうふうに思っております。あの9年前の爽やかな海上保安庁のあの男らしいですね爽やかな笑顔はどこに行っちゃったのか。いつの間にかですね、中国人よりも日本人を地元の漁民を追いかけ回すような存在になってしまって、で我々今回20海里、のところで引き返さざるを得なかったけれども、もうあまりのですねその陰湿なやり方に体調スタッフさんは体調を壊しながらそれでも映像を編集したり、そんなことをやっておられました。そんな海上保安庁にいつからなっちゃったのかで私は思うんですけれども、やっぱりこれは人事じゃダメだっていうことなんですね。みんなが自分のことなんだ、自分の今領土がつまり国そのものが奪われようとしてるんだっていうことを本気になって我がこととして捉えて、行動をする、声を上げる、海上保安庁がこんなに腐っちゃってるんだったら何とかしなくちゃいけない、自分のこととして考える、はっきり言いますけれども杉並区もそうです、杉並区役所見ていてもそうです。真面目にやってる役人さんもいらっしゃいます、いっぱいいます。だけどやっぱり、どうしようもない役人もいます。幹部でもそうです。本当に立派な人もいるし、区民をいじめるようなとんでもないやつもいます、正直言って。ですから最終的にはですね、もちろんその海上保安庁に生まれ変わってもらう、あの魂を思い出してもらうということも大事ですけれども、やっぱり官邸ですよ。ちゃんと約束はしっかり果たしてもらわなきゃ困ります。今じゃもうただの公務員常駐じゃ困ります。さっき社長がおっしゃったようにですね、しっかりと自衛隊が自衛隊の基地を作ってもらわなきゃ困ると思いますし、また野原さんもおっしゃいましたように、沖縄県の皆さんにもですね、さらにですね、今までよりもさらにさらに強く声を上げていただきたいというふうに思います。一緒に頑張ってまいりましょう。私は必ずまた尖閣諸島に上陸をしますので、どうぞよろしくお願いをいたします。田中さん、さっきのウルトラセブン、もう一回ちょっと言っておいてくれる？最後の、はい、そのセリフだけ。行こう地球は我々人類自らの手で守り抜かなければならないんだです、ということですね。はい、ありがとう。では中間さんお願いします。はい、本当に次また行きましょう。で僕ですね、最近、まあ、水島代表の、確か近現代史研究の林千勝さんとね、対談の対談、去年一昨年ぐらいからもう見てるんですけど、うん、もう吸い込まれるように、で林さんの先生の本も買いました。今読んでる途中です、うん、ただ今日は、まあ、打ち合わせの時に確認しないので今これが言うのは今は言いませんけれども、ペリーというとこが裏狩り来る前に沖縄に寄っていたっていう事実をほとんどの方知らないと思うんですね、うん、それだけ沖縄は当時から地政学的にも知ってるわけですよ、他の外国の人たちは、うん、でも今の子供たちに先生も教えない。で僕はせめてと思って僕の子供、甥っ子たちは行ってます、うん、そういう形で少しずつ少しずつ子供たちから教えていきながら、で君が代も歌えます。なぜかというと僕も覚えてます。僕は試験用校で覚えました、13回防衛するときに、うん、
で子供たちもその、まあ、すごいね、いい話なんですよね。鬼滅の刃、栗森氏は鬼滅の刃だって言ってましたよね、代表が、うん、それで子供たちも知ってるので、この日本の国の歌はこれだよって一緒に歌ってます。なので言いますけど、本当に今危ないので、いずれ社長に代表に確認して、僕もそれは広めていきたい、うん、じゃないと守れないと思っています。で、自己支配を僕たち総務の民で尖閣を生きながらやっていきたいと思っています、うん、まあ、まとまっているか分かりませんが、これで終わります。いやいや、なんかすごいいい話だね、うん、具志堅用高さんのね、あの13回だったからなんか、ね、防衛のね、うん、あの時必ず君が代が流れて、はい、それで覚えるっていうね、沖縄で本当に君が代っていうのはね、なかなか歌われてなかった時ね、そうです、いや、まあそういうことです、まあ、はい、ということで、まあ、時間になりましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱりね、あの何で守るっていうか、あのいろいろありますけど、やっぱり一番本当は日本を守る、沖縄を守る心だと思います。そういう意味で我々は心の国民運動という形でこれからもまっすぐに進んでいきたいと思います。今日皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。